った時から、うわなんか本当に少女漫画から出てきたって思ってこの なんか本当に2次元から3次元に現れたっていうのがもう初めの印象なので、なんかもうスッと美濃先輩でしたね。すごいもう初めから優しくて、でも私がすごい人見知りなので、はい、結構会話が続かなかったりとか、なんか会話してても何の食べ物が好きなのみたいなところからトマト、トマトなんだ終わりみたいな、そういう感じだったんですけど、ゆしねちゃんは本当に純粋でピュアで、もうなんだろう、清潔感がすごくあって透明感があってっていう印象を最初にして、なんかこうどう接したらいいか最初分からなくて、もうなんかどう接したらいいんだろうみたいなところから始まって、僕もあんまりこうなんだろうな、あんまり積極的に最初からお話できるタイプではないので、ちょっと人見知りを発動し、なんかちょっと最初はそういう感じになったんですけど、本当に撮影を重ねていくごとに、あのちょっと役とリンクするような感じ、あの普段の時もなんか本当に先輩先輩って慕ってくれたので、すごく僕としてもやりやすかったですね。ふざけたことばっかしてました。例えばどんなことをしてたんですか？なんかまあモノマネしたりとか、私がすぐ笑っちゃうんですよ、だからもう周りがみんな受けてないことももっとやってもっとやってって言ってるのでいいお客さんですよ。だから僕からしたらすごくあれ普段こうつまらないのに、もう吉江ちゃんの前だとちょっと自分は面白いんじゃないかって錯覚に陥るっていうことがありまして、だからもう僕も楽しくなってやっちゃうんですよね。こう壁ドンのシーンとかで、急に滑舌が悪くなったんですよ。そうやってあのちょっとね、あの緊張してたりしたらあれかなと思って続けてこうやってくださったので、でもそれが私のツボにはまっちゃって逆にあので壁ドンしてる時ずっと笑ってるんですよ。表参道高校合唱部の現場でまた会った時も滑舌悪いのどうみたいな。でもそっちの方でもちょっとそれが受けてる。本当ですか？いいじゃん、ネタになってる。いや、ネタになりましたね。それを切り開いてくれたのが吉根京子なので。ありがとうございます。ないなら、もう来ないでください。ビンタをするのが初めてだったってのもあって、でリリアさんと二人で、なんかもうどうしたら痛くないけど迫力の出るビンタができるかっていうので、もうどうしようと思った結果、携帯でビンタ痛くない方法って検索して、あのリリアさんとこうしたら痛くないって書いてありますみたいな。いやもうこんな場所いたら修羅場ですからね。もう人生でもう絶対二度とっていうか経験したくない瞬間だなと思いました、あんな瞬間。なんかあるんですかね、現実で。現実で見たことないんですけど、ね、あでもね、現実でね、あるという話もじゃリサーチして。そうなんですね。なんかすごい波の先輩って思っちゃいました。すごい波の演出です。はい、はい、自然にやられてましたからね。本当ですか？自然に見えましたか？いやもうそこ初めこうでしたもん。ここ最初こうやって掴んでたんですか？なんかこうやってやられました。でも監督がこうだよって顎食いにとか壁ドンのどこに魅力を感じるのかっていうところをすごく周りにいる女性に聞きましたね。スタッフさんであったりとか、何がいいのっていうとやっぱ人それぞれやっぱ違くて、結果、される人によるっていう結果に回ってくるんですよ。なんだよそれと思うんですけど、でもやっぱりこうなんだろう、壁ドンに関してはこう近い距離がいいとか、こう閉じ込められる感じがいいとか、強引さがいいとか、やっぱ様々あるんですけど、まあ、でもやっぱそれをお芝居として気持ちをつなげていかないといけないっていう部分に関してはすごく難しかったですね。なんかそういう壁ドンとか顎食いのシーンでこう見てる人があってなってほしくなかったんですよね。あ恥ずかしくて見れないとか、そういう風になってもらうのが嫌だったので、いかにして自然にというか何もこうなんだろう、弊害がなく見られるようにっていうのを意識しました。これも緊張感。実際、はい、ずっと笑ってました。もう何とも思ってないですから。あ、僕今壁の、頭ポンポン。何とも思ってないですから。違うんです。なんか、吉根さんは。違うんです。なんか、この撮影期間、本当に理科で染まってたので、なんか、あんまり私だった瞬間っていうものが自分の中で、いつだったっけなって思うぐらい、なんかもともとその役に染まっ
ちゃうっていうところがあるので、なんか理科としてドキドキしてたけど、ヨシネとしてはしてませんってことじゃないの。完全にそうでしたね。なんかふと自分に我に戻ると恥ずかしいって思っちゃって笑ってました。はい、諦めるか、こういうふうに頑張っていくか。いや、僕は振り向かせますね。お、男らしいですね。いや、振り向かせます。頑張ります。諦めずに、こう。いや、まあ、絶対一回は諦めないですね。お、私も諦められないですね。私も性格が頑固なところがすごくあるので、なんか、やっぱりそれこそ一回じゃ諦められないっていうか、はいはい、どんなに相手に好きな人がいても、思う分には、はい、いいでしょっていうなんか感じがあるので、もし可能性がないとしてもすぐにはやっぱりそれこそてっちゃん先輩でどのセリフであるように、うん、何でしたっけ、報われない、報われないからってやめれたらそんなの、それこそ本当じゃないっていう言葉が本当に分かるなって思ったので、諦められないですね。ベンツとかコメディとかあります、ね、もう恋愛役しかやったことない。そうなんですよ、ここでドラマでもそうですし、今回もそうですし、何やりたい？どうする？ふざけたことしたいです。二人で、サイリーっぽい感じですかね。コメディー。そうですね。でも本当にこの二人の笑いっていうのは、通用しないんですよ。本当にくだらないというか、ひどいと思うので客観視したら。なんかちょっと私シソン君の、黒いダークな目を見てみたくて、ダークシソンとダークヨシネみたいな。いいね。そういう。ちょっと見てみたいです。多分ダークな部分いっぱい持ってる。よしねちゃんダークなさそうだからこれ。いや、ありますよ。よしねちゃんにもダークありますよ。ありますよ。もうよしねちゃんですから。そうですね。なんかまあ自分のイメージと違うというか、あとはもうなんだろう、感情爆発させるとか、そういうのをやりたいですね。見たいですね。吉田さんどうですか？なんか、そうですね、今までそのお芝居を始めてすぐの時は自分と真逆の性格の役をやりたいって軽々しく言ってたんですけど、このなんか今までのいろんな経験を得て、それがどれだけ難しいことかっていうのをすごく学んできたので、なんかそういう自分の力試しというかチャレンジ挑戦として自分と真逆の役をやりたいっていうのはものすごく思ってます。